マブラブ、アンリミテッドザ・デイアフター、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、できたばっかのプラントが、早速占領されたということで、そのブリーフィングからですね。夜分遅くに英氏諸君に集合してもらったのには理由がある。現在より約60分前、ふたふた二丸に、プラント警備隊から襲撃を受けているとの報告があった。そんな。ふたふた4号以降、現在に至るまでプラント守備隊からの通信は断絶している。断絶、制圧されたってわけか。一体どうやって侵入したっていうんだ。死後は慎め。ブリーフィングを続ける。夜間作業をしていた数人の労働者が脱出に成功している。彼らから聴取した情報によれば、テロリストないしこれに準ずる者によって襲撃を受けたのは間違いないと思われる。どういう意味ですか？犯行声明でもあったんですか？ゴムボートに乗った複数の人間が生産プラントに侵入していくのを目撃したという証言がある。それってフランスかカナダが実力行使をしてきたってこと？いや、アメリカの可能性だってあるわよね。それを言ったら我が国の人間の可能性だってあるんだ。迂闊なことは言うな。敵と目的は何だ？生産プラントは各国に対して帝国が技術的に先行している。データとコアモジュールを強奪するつもりなのか？しかしプログラムやデータをコピーするだけならともかく機材を運ぶのは無理だ。何か違う目標があるのか？いや、それは今考えるべきことじゃない。ブリーフィングに集中するんだ。またシアトル湾内で係留されていた潜水母艦栄光用タンカーが襲撃を受けたことが判明している。係留してたやつって、あれ、まだ所属が決まってなくて放置されてたんだっけ？なんだっけ、あれか、国連が見つけてアメリカの中にあってとか、なんかめんどくさいやつか。その通りだ。潜水母艦栄光用タンカーは実際には洋上ドックとでも言うべきものだが、そこに接舷されていた4隻の潜水母艦が行方不明になっている。おそらく生産プラント襲撃グループと同一組織の犯行と思われる。ってことは潜水母艦の艦首にくっついてるイントルーダーも持ってかれたってことですよね。つまり敵さんは最低でも4機のイントルーダーを装備している。イントルーダーの制圧火力はシャレにならんな。4機ではない。え？プラント警備のため配備されていた我が国のわだつみ小隊とも連絡がつかない。おそらく敵の手によって強奪されていると考える方が正しいだろう。合計して8機の A6。 8機だと？冗談にもなってないわよ。内部の状況はどこまで判明しているのですか？先ほど説明した以上のことは判明していない。無人偵察機を使用したが蛍光火器によって撃墜された。外部から内部の様子を伺う術は現在のところ見つかっていない。火器を持ち込んでるのか。厳しい状態だな。最悪のことを想像した方がいいってところだな。作戦の概要を説明する。我々戦術機部隊は陸戦部隊の補佐を務めることになっている。作戦の主役は突入任務を務める陸戦隊ということになるが、それ以外にも攻撃ヘリが2個中隊、1個砲兵大隊も参加することになっている。俺たちの仕事はその護衛ってことか。突入部隊の侵入経路は3つだ。輸送ヘリによる侵入、連絡通路を使用した陸路での侵入、そして海中からの侵入となる。陸戦部隊主力の突入経路は空路になる。そして海、連絡橋の順になる。妥当な判断だな。連絡通路、シアトルと生産プラントの連絡橋を使用した場合、当然ながら敵の狙撃を警戒しなければならなくなる。何せ砲弾の回避が不可能な地形だし、敵からすればトラップを仕掛けるのもたやすい。突入部隊ごと連絡橋を崩落させなんて手段もあり得るだろう。海中から侵入する部隊が主力でないのはなぜですか？こういったケースの通常の作戦では最も隠密性の高い部隊こそ主力足りえると思うのですか？通常であればな。海中から潜入するには特殊な訓練を受けている必要があるが、残念ながらその人数が圧倒的に足りない。特殊部隊の人間がいないってことか。
シールズも数を減らしてるって話だしな。海上部隊は生産プラントの5キロ手前までゾディアックで接近する。そしてその場から特殊部隊隊員による水中潜入作戦を決行する。12月の海だぜ。下手すりゃ心臓止まるぞ。なんだっけ、ドライスーツだとそんなにめちゃくちゃ寒くないって聞くけど、どうなんだろう。海中にはわだつみが警戒に当たっていると思われるが、人間サイズであれば察知される可能性は低い。低い。水中潜入部隊は水中スクーターを使用して生産プラントに接近。到着までおよそ60分かかると見込まれている。5キロだもんな。帝国の潜水艦は動かないんですか。あれば使う。だが現時点で作戦投入可能な艦艇はない。なお帝国海軍の主力は外洋にて訓練を兼ねて哨戒センサーを敷設中だ。シアトルに戻るまで一両日以上の時間が必要だ。海軍の協力は期待できないな。西海岸は東海岸と違って対カナダ情勢が比較的安定している。帝国海軍にはできるだけ外洋で仕事をしていてくれというのは米国の本音だろうしな。ついでだ、説明しておく。まずは陸路だが、こちらは橋桁の下部を侵入することになるが、我々は連絡橋の通路には何らかのトラップが仕掛けられていると考えている。そのため後兵隊を伴うことになるが、これにより速度を期待するのが難しい状況だ。繰り返しになるが、陸戦部隊の主力はヘリを使用して生産プラントに直接乗り込むことになる。だが当然ながらこのままでは出撃できない。接近すればわだつみの砲撃を受ける可能性が大きいからな。ヘリでは砲撃を避けることができない。地下通路ってのはまだ使用できないんですか。あれはまだ開通していない区画が3500メートル以上ある。今回は論外だ。さてそろそろ貴様たちにも理解できた頃だと思うが、簡単に言えば我々がわだつみを攻略できるかどうかが作戦の要となってきている。戦術機かな。わだつみを落として陸戦部隊の突入を成功させれば俺たちの勝ちってことですね。厳密に言えばそうではないが、非常に大きなウェイトを占めていると言っても差し支えないだろう。イントルーダーが4機と警備用のわだつみが4機、これが現在までに敵が確保しているだろうと思われる戦術機戦力だ。きついな。これはこれが生産プラントの小サイズになる。一辺が約2キロ、中央に生産プラントの制御機能を持つ管理タワー、そして外周部に生産モジュールが配置されている。東南方向には港湾施設、そして連絡通路が接続されている。わだつみの定位置はここになる。近くの頂点に固定砲台的に配置されている。残りの4機はどこに配置されると予想していますか。私の予想ではこの4箇所だ。だが場合によっては状況にフレキシブルに対応するために友軍として海中に潜伏させている可能性も考えられる。仕掛けてみなきゃわからないってことか。 A6 の戦闘力について確認しておく。シアトル湾内で強奪された A6 は国連仕様のもので、いわゆる通常の国際規格ものだ。36ミリチェーンガンが左右両手腕に4門ずつの合計8門、120ミリ滑空砲が2門、近接専用スパイクマニピュレーターが2機、また第一世代機であり、その上耐圧核を使用しているため装甲は極めて頑強だ。遠距離から当てても損傷を与えるのは難しいだろう。ああそうか、初期は受けようとしてたんだね全部ね。なお先ほど告げたようにソードフィッシュ級も4隻が行方不明になっている。おそらくそちらも敵の支配下にあると思われる。警戒が必要だ。大尉、それって潜水母艦の VLS も使用される可能性があるということを示唆していますよね。無論だ。ただし VLS に関して言えば、通常は対地打撃用のクラスター爆弾が搭載されていることから、空中を行く戦術機部隊に直接の脅威になるとは考えていない。もっとも低高度での侵入を行う場合にはその範疇から外れることにはなり、危険性を考慮しなければいけないことになる。小爆弾の雨の中を抜けるって想像もしたくねえな。次に生産プラントに配備されていたわだつみだが、こちらは36ミリチェーンガンが増設され、
片側6門の合計12門になっている。 A6 の有効射程圏を4キロと想定しているが、配置が分かっている機体の火力制圧圏を当てはめるとこうなる。実際にどうすればいいんだよこれ。直撃を受ければ相当の損傷を負うのは間違いない。また配置が判明していない機体もある。戦場が海上になることは確定的だ。遮蔽物は一切ないと思ってくれ。レーザー級を相手にするより厄介かもしれないな。まあな。レーザー級はだってあれだもんな、他のベータを盾にしたらみたいなことができるけど。36ミリの誤射でぶっ壊されたって話は聞いたことありますが、わだつみの砲撃に知らぬいの装甲はどのくらい耐えられますかね。あれの前に立てば戦術機の装甲など紙みたいなものだ。そうだよね、避けるために軽くしてんだもんな。おい冗談じゃねえぞ。そんなところに突っ込めって言うのかよ。剣山に向かって頭から飛び込むようなもんじゃねえか。イントルーダーは元来上陸作戦の先陣を務める機体だ。制圧能力と装甲には定評がある。またその役割上傾向弾数も多い。よって高難易度の任務であると理解してほしい。はい、こいつは時間をかけて敵の精神が疲弊したところに襲撃した方がいいのでは。それこそ 1,2 ヶ月かけるくらいのつもりで。そうですよ、そんだけの時間があればアニーも隙を見せるでしょう。逃走さえ防げればデータの漏洩は抑えられるという考えか。一理あるな。無茶をするよりは賢い選択に思える。でも飯ずっと作れるんでしょ、施設的に。で国民の不満も高まるしな。急いでどうにかしたいっていうのが本音だろうな。優先回線を遮断して電磁妨害を継続させれば、いやこの作戦はシアトルのインフラに与えるダメージが大きい。シアトル住民への影響を考えると長期戦は無理がある。それに兵糧攻めも無理だしな。今回の作戦はできるだけ短期で終了させねばならない状況になっている。具体的には今より約8時間後、0800までにケリをつける予定だ。何、朝飯に間に合うようにって。無茶すぎるわよ。タイ、その理由は。ここからは極秘情報になる。全員注意して聞いてくれ。なんだ。現在生産プラント内に公務員夕日殿下が滞在されている。でもなんかこの計画になんかちょっと関わってたりしないのかな。なんか言ってたしさ。そりゃ早く助けたいわな。冗談。なんでこんな時間に殿下が生産プラントに。レセプションの後体調を崩されて貴賓室で休息を取られていたという話だが、正直なところ滞在の理由はどうでもいい。敵がその存在を認識しているかどうかは不明だが、可及的速やかに殿下の身の安全を確保したい。それで陸戦部隊の突入か。確かにこの情報は影響が大きい。今日本人の大半は殿下がシアトルに到着されたからこそ何もかもうまく回り始めたと、自分たちの境遇の変化と殿下を結びつけて考えているものが多い。ここで精神的支柱である殿下に、万が一があれば、そしてその犯人がカナダかフランスであるなどということが判明してしまえば、戦争は回避不可能だ。なお当作戦においてアメリカ軍の協力は一切ない。なんで。それはどういうことですか。生産プラントはあくまでも帝国の施設だ。これを奪還するのにアメリカ軍の力は借りられない。そう言ってられんやろ。また縄張り意識なのか。どうにもおかしいと思ってた。特殊部隊の突入してもそうだし、そもそもわだつみの前にわざわざ知らぬいで突っ込んでいく必要はない。いずれ捕捉されるにせよ、知らぬいよりは。そうなのか。あれだよね、最新のやつだっけ。仕掛けた方がよっぽど接近できるはずだ。はい、こういう時のためのラプターでしょう。同盟してるんでしょう我々は。あれだよね、ステルス性が高いんだっけ。松風注意、貴様は先ほどから子供のようによく騒いでいるな。納得できないバカ者どものために説明してやろう。生産プラントは帝国の財産である。
その技術的優位を保つために帝国は独力での防衛を決断した。我々兵隊はそれに従い作戦通り行動すればよい。そこに個人の意思や理想を挟むべきではない。でも死ぬかもしれんからな。そういう話だからダメだと分かってても従えってことですかね。貴様。はい、俺は作戦には従いますよ。ですが明らかにこの命令は狂ってるでしょ。シアトルは203コーチだとでも言うんですか。明らかにラプターでやった方が成功率は上がるだろう。敵はベータのような単純バカじゃないんだ。つかず。それは無理なんだ。生産プラント建設時に帝国はアメリカからの共同防衛体制構築案を一蹴した。結果アメリカは生産プラントの防衛に関与しないということで合意している。万に一つでも生産プラントの核となる技術が流出してはいけないと考えたのだろう。この世界において食料を生産できる能力を持つということはそれだけのアドバンテージになるのだ。だから帝国自らの手で取り戻す必要があると。その通り。生産プラントの権益を独占維持するためには独力で奪還したという実績が必要なのだ。いいか、我々の祖国はもはや何も持っていないのだ。何もない。世界を先進する技術もなければ領土もない。にもかかわらず多くの国民を抱えている。我々がカジノのテーブルに乗せられるものはわずかな軍事力と生産プラント絡みの技術だけだ。貴様たちの言い分も理解できる。だがハワイ政府はその少ないカードで勝負をし続けているのだ。シアトル西岸に住む難民たちを見よ。彼らにはよるべき組織がない。人種も国籍も宗教も違う。モラルも違えば習慣も違う。彼らの不満や不安は誰にも伝えることができない。狭い世界で他人を疑いながら生きるしかなくなっている。日本がそうなってはいけないのだ。だからこれは国民の安全と生命を守るための戦いなのだ。諸君らにはそれを理解してほしい。これも政治だ。タイ、質問の許可を。協力を依頼した場合アメリカ軍の出してきた条件とは。アメリカ軍の協力に頼った場合今後のプラント経営についてアメリカに対し大幅な譲歩を許さなければならなくなる。食料配給計画委員会に参加する委員の人数構成表を変更しろと言ってきている。その場合今後の生産プラントの経営に関してアメリカの大幅な介入を許すことになる。これが国際的な駆け引きってやつか。それと明朝0800までに制圧できなかった場合戦闘の指揮権はアメリカに移譲されることになっている。それってよって我々は0800までに生産プラントを奪還しなければならない。今回の作戦の目的は2点になる。生産プラントの奪還と殿下の身柄確保だ。侵入者の束縛は主目的としては考えていない。侵入者の束縛はあくまでも問題なく確保できる場合のみ実行するということになっている。基本は殺していいのか。いいか、生産プラントは日本国民の希望、かつ中には殿下もおられるのだ。プラントを傷つけることは許されない。幸いにして侵入者側もデータなどを確保するまでプラントの破壊はできまい。だがいずれにせよ最悪の場合には生産プラントの破壊と将軍の死というものが待っているわけだ。この作戦に日本帝国の将来がかかっているのは事実だ。諸君らには命を落としてもらうことになる。各員の奮励努力を期待する。えらいことになったもんだよ。秘匿回線よ。どうだよ調子は。お前な、見っかったら殺されんぞ。ただでさえさっきは喧嘩売ったような感じになってるんだし。感じっていうか、感じっていうかな。バカ、喧嘩じゃねえよ。何年あいつの副官やってたと思ってんだ。あ、そうなの？
あいつ根が暗いんだよ。だから俺が喧嘩売って盛り上げてやったの。本当かよ、信じらんねえ。追っ払われたんじゃねえのお前。うっせえ。まあ半分くらいは本当だ。いずれにせよとんでもない作戦だぞ。くじ引いて外れた奴から死んでこいってことだしな。まあな。しかしひでえ言い草だな。ひでえ作戦だから仕方ない。みんなで突っ込めば誰かが到達するだろうって作戦だぞ。正気の沙汰じゃねえって。なるほど、通常通り実に俺たちらしい作戦だな。くぅ、お前放浪してる間に頭がおかしくなったじゃねえか。そういや追加装甲は装備しないのか。部下たちには装備させた。俺はいらねえ。機動で勝負する。通常の作戦じゃないからな。まあ所詮装備したところで気休めにしかならないしな。俺もオミットしたわ。と、総員警中。いくつかの情報を更新する。敵機の配置が判明した。情報を転送する。これによれば海中に潜伏している A6 は一機になる。あとは砲台として迎撃態勢に入ったというところだ。空路で侵入するヘリ部隊は出撃準備は完了。陸路と海上から侵入する部隊の準備も10分以内に終わるとのことだ。作戦の最終確認をする。旧カー海峡に建設された生産プラントは四方を海に囲まれている。敵イントルーダーの河川集中による被害を最小限に抑えるため、部隊を4つに分け4方向からの侵入を試みる。なおこの作戦には前線にて睡眠待機中の第2大隊第1中隊以外の第1戦術機構連隊全機が参加することになる。一個連隊とは言ってもそれは名称だけで、実際のところ第1戦術機構連隊はハンコ連隊の60機で編成されている。そのうち1個中隊が前線で睡眠待機中、6機はメーカーメンテナンスに回っている。せめて国境線の警戒に当たっている第二戦術機構連隊からいくつか中隊を回すことができれば、いや、これを仕掛けてきたのがカナダ、フランスという可能性を考慮するとそれは不可能か。それにただでさえ第二戦術機構連隊は半数は海軍と行動を共にしているわけだしな。これは42機の戦術機の中で何機かは確実に生還することはできない任務だ。タコマ基地から西に直線距離にしておよそ20キロ。ただしプラントの10キロ圏は遮蔽物のない洋上進行となる。さっきの話だと侵入者たちは蛍光用の誘導弾も持ち込んでいる可能性が高い。8機の A6 と、奇数不明の誘導弾、地形が全く利用できないということを考えると松風の言う通りになるかもしれない。これはほとんど出たとこ勝負、運試しだ。次に生産プラントまでの洋上進行距離が短いのは北の島嶼地区となる。北側から侵入する場合は海上を約15キロ飛翔することになる。島嶼地区は国連の管轄になっていて難民たちの生活圏になっている。現在一時的に駐屯地として利用するために国連と調整中だ。南も距離的にはほぼ同条件だ。だが知っての通り、南にはアメリカ陸軍フォートルイス基地があり、こちらは同基地内に我が軍を集結させる許可を得ている。最後は西になるが、駐屯が許可されたシェルトンからだと洋上を30キロ進行することになる。シェルトン、国家ここか。タコマ基地からは直線で50キロあるな。ここが一番きついな。戦闘時の推進剤の消費量を考えれば西側から侵入が最も難しいだろう。それとも推進剤切れの時の補給基地にするつもりなのか。タコマ基地から発信するのは第一大隊第一中隊と私、副官の高山中尉、ウォードック小隊の合計18機。フォートルイス基地を拠点にするのが第一大隊の第二中隊12機。北からの侵入は第二大隊第二中隊の第1第二小隊の8機だ。そして西側からの進行は第二大隊第二中隊第3小隊大神小隊だ。了解。西側は敵も配備数を減らしているが、おそらく西側海中に潜伏していると考えられる。
無理に仕掛ければ浮上してくる可能性もある。よって西側は牽制のみで構わない。だが簡単な任務ではないぞ。絶対にその場に敵を釘付けにすること。イントルーダーによる交差砲撃など見たくないからな。了解。なお侵入を予定している3方向の戦術機部隊はルートに工程をつける。これはわだつみの的を散らすのには有効であると考えられている。とにかく機体間距離を取り攻撃を集中させないことが鍵になる。突入に際し最も注意しなければならないのは速度だ。遅ければ撃たれる、早ければ激突だ。諸君、腕の見せどころだ。日頃鍛え抜いた腕前を襲撃者どもに披露してやれ。では作戦開始位置までの移動を開始しろ。作戦開始時刻は丸ふた丸丸を予定している。諸君、任務成功と全員生還を願う。以上だ。了解。いくら無茶でも死んでこいとはさすがに言わないんだな。お、リリオ。よ、今話せるか。はい、ということでじゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。